はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。お待たせいたしました。宇都宮記念ワンダーランドカップの予想をお送りしたいと思います。はい、ご覧のメンバーですね。地元から2人、SS が吉田と松浦が決勝ですね。乗りましたね。古書はまあ残念だったんですが、古書とか山口健也は残念だったんですが、まあ、面白いメンバーになったと思います。フレッシュなマスギーも決勝乗ってますからね、要注目だと思います。ということで、まあ、先行はもうマスギーだと信じて、吉田3番手回りということで、まあ、ここ、なぜ3番手回りか、3番手から突き抜けが、まあ、で20丸ってつけてると思うんですが、ここはまあマスギの記念は取ってるけれども、ある程度残る先行するんじゃないかなと信じて、まあ松浦が中段からということで、まあ番手競りとかはないんじゃないかなと思いますので、まあ中川に利しちゃうし地元に競らないんじゃないかなということなので、もう記念取ってない、何としても取りたい。優勝ゼロですからね。金子を本命にしたいと思います。こんな感じ。で、もし、松浦が一発なんかやるとしたら、番手で競るよりは、マスギが油断した時ですね、もう一気にかましちゃうんじゃないかなということなので、小倉ちょっと追走気になる部分はあるんですが、小倉行ってみたいかなと思います。記念であれば小倉を取らせる走りしてもいいんじゃないかなってことなので、小倉を、穴目で、当てていきたいと思います。はい、詳しく見ていきましょう。12レースですね、決勝戦。16時半のスタートとなります。競争得点トップはやっぱり松浦ですね、118.64。次が、吉田拓也 SS ですね、116.64。マスギが 113.24 で続きます。112点台が多いですね。中本、小倉、中川。ここまでかな、110点を超えている選手は。続いて積極性、逃げの決まり手、バックホーム数、前場所、今場所のバックの取り方で見ていきたいと思います。もう完全にマスギですね、逃げを決められて10回、バック数20、ホーム数19、前場所も今場所も全部バック取っております。たまにやっぱり油断する時があるので、マスギは。その時消極的になってしまうっていうのが、まあ、こういう時とか、吉田勇気がいました。
あ、吉田優輝がいて乗ったのかな、これ別線かな、まあ、こういう時とか、これもそうかな、まあ1着は取ったんだけどね、胸郭とか、まあ結構隙が多い選手ではあるんですよね、まあ、たまにそういう隙を 見せることはあって、欲が出るとそういうとこはあるんですが、そのシーンは少ないかなと思います。まあまあ、まあ、まず 90% 以上マスギが先手取るんじゃないかな、今の状況だったら。次ですね、1番車の吉田、バック9回ホーム6回逃げを決まえて4回、前場所に2回、平のダービーですね、これ平原連れて逃げてる最終日、これが9レース S 級優秀戦か、バック通って押し切ってますね、武藤連れてます、やっぱり格がちょっと上なのかな、この時もあの平原連れて頑張ってますね、安定性が増してる感じはありますよね。今回は3番手ってことで行きました。突き抜けを格上とし、あの北関東格上としては突き抜けを狙いたいところであります。うん、確かに先行自力じゃない場合の最後のツッコミっていうのはもういつも悩まされてるところではありますね。それから松浦か、バック5回ホーム2回逃げを決まえて2回、でも取ってないですね、まあ自在選手を志向するという感じはあります。そして金子もバックは5回ホーム数が9回なんで一度前へ出て、待つような競争結構やってんのかな、逃げを決まえて3回、それダメだったらもう逃げようっていう流れですかね。ということで押し切ってますね、バック取って、池田隼人連れてんのかな、河野連れて、河野が箱さんになったレースかな、完全優勝もしております。まあ強いっていうことですね。アイカーの後ろかな、このレースは。準決勝まで乗ったんだけど落車しちゃったのかな、なのであの最終日走れなかったのかもしれないですね。 S2 ではありますけど、まあ、結構あの優勝もしてるんで、平塚とかで優勝してるんで、大垣の2着とかもあるんで、松崎を2着か、上のレベルになるとちょっと、まあ、高知とか阿部が優勝した時だけど、あ、まあこれは記念じゃないからな、岩谷に乗って阿部が優勝したレースだ。で宗崎あたりが突っ込んできたんだよな、宗崎まあダメな時は本当にダメな選手ですけど、村はある選手とも言えますね、自在性もあるっていうことで。ハマったら怖い選手です。
それからバック数1回取っているのが中川ですね。ホームスも1回、逃げの際相手も1回ということで、今回は準決勝でバックを取りました。中本連れてたのか、中本貸しましたね。で坂本もいるんでラインでワンツースリー、古性を倒しました。まあ坂井もいたりして難しかったとは思うんですが、もう積極性のあるレースで、古性を倒したのは大きいですね。ましてここ500、熊本と同じ500バンクなんで、その辺でもまあ中川にとっては非常に走りやすいんじゃないかなと思います。次ですね、スタート回数ですね、3番車松浦が6回でトップ、次は大月、金子の順か。金子はまあ8番車でちょっと外枠ですね。1番車吉田は1回のみ、中本も1回、まあ、中本が取ってもいい感じですけど、まあ、松浦が取るんじゃないかな。松浦が取って前行って、九州が続いて増木が後ろかなと思います。勝率2連単一、3連単一はどうでしょうか。勝率トップは金子ですか、 44%、 中川が 42% で続いてます。差しが決まり手が多くなってるな近況。まくったり刺したりですね。で松浦がご覧の通りまくったり刺したり自在を試行しているのがわかると思います。川崎の決勝、これ追い込みですけどね、実際は。東口を番手枠につけ直してるって。で、まあ、次はまあ、宇都宮の、3月、宇都宮 G2 こそにまくりあるものの、基本的にはやっぱり逃げですね。吉田拓也、逃げたり、まくったり、刺したり。ですね、2連単一トップは松、これが松浦になります。 75%、 次が金子 50% で吉田拓也と中川が並んでます。3連単一をトップを松浦ですね。次が増木です、 64%。 そして金子の方が上か、金子が上で増木が続いて、で吉田拓也、中本か、大月なんかもいますけどね。ということから見ると、まあ高いレベルでやっぱ走ってるっていうのが分かるね、松浦は。その高いレベルでもしっかり2着を取ってるっていうことが分かると思います。と金子は村はあるけれどもハマった時は強い、まあ、中川にも同じことは言えるんではないでしょうか。吉田もまあ松浦と似たような感じで、まあ、強いレベルでやってるから勝率としてはなかなかだけど、
2着3着には安定して入ってくるとこですね。中本はまあ勝ちとなるとちょっと勝ち身に遅いのかもしれないけれども、コースついてついて、ね、突っ込んでくるから2、3着になるとやっぱり中本は怖い。大月も同様のことを言えます、言えるんじゃないでしょうか。小倉もかな。マスギはやっぱり2A これだけ安定残しているのは素晴らしいですね。オッズいきましょう。3連単人気順です。183か吉田が金子をかわして3着松浦ですね。 25.7 倍。138は3着になって松浦がに代わりに来たケースが 25.8 倍。813金子が吉田に先着したケース3着松浦ですか。高評価ありがとうございます。次は371、これは松浦金子筋ですね。ここに吉田36倍。まあこのケースもあると思います。814は4が大月ですか。大月が北日本の後ろにいたケースだとっていうことなんでしょうか。 37.7 倍。137、はいはい、吉田が頭で、ね、松浦小倉がまくり込んでくるっていう展開か。184、これは逆ですね。直前で吉田がかわして大月が3着流れ込むパターン。185は川島川島だけど増木が3着残るパターンっていうことですよね。815なんかはありますし、318はもう松二段掛けで、吉田抜け出すんだけど松浦が突っ込んでき届いちゃうパターンっていうことですかね。こう見ると松浦吉田一応金子あたりが植えて松浦とセットで小倉、まあ北日本とセットで増木、それから大月あたりが売れていて、九州は全然売れていないっていうことが分かりますね。3連単シリーズ見ても1387ですからね。それから5ですからね。中本の3着があんまり売れてないな。 61.7 倍がまあ2着もあったら面白いからな。中本だと手広く行かないといけないから追われてんのかな。次ですね、人気順見てみましょう。一番人気が13かな。1331裏表が 6.9 倍と 7.1 倍で拮抗してますね。やっぱり SS の両者なんとか持ってくるんじゃないか。まして直線の長い500バンクですからね、宇都宮は。そうなると直線だけ届くんじゃないかなという見通しだと思います。それか81か、金子が吉田を引き連れるケース 9.4 倍、吉田がカースケースが10倍ということで、この裏表37の筋は 23.7 倍と意外とついてるな。それからマスギの押し切り51が 22.4 倍とか58が 35.3 倍。2球中本が中川を刺すケースが 22.4 倍、逆に裏その裏押し切り目が 29.2 倍。10倍台は1号ですね。吉田と増木金子が飛ぶケース裏の51が 22.4 倍かで、増木が2着に残っ
って吉田がいなくなるケースが 26.6 倍、金子と松浦だと 39.3 倍となりますね。3号、そうなんだ、これ松浦と増杉なんだ、近を両立かな、これ、飛びついたケースですね、金子に 13.7 倍、裏の郷さんが 39.3 倍、38、まあ金子は抜け出すけど届いたケースが 34.7 倍か。なんでもしかしたら松浦飛びつきするんじゃないかなと見てる人も結構いるってことですね。吉田からだと中本とか中川とか大月は結構つくんだな。一音とか面白いと思いますけどね、もし直線でバテた場合は、まあ、その場合松浦とか中川来る可能性十分あるでしょうけどね。中本とか、小倉はまあ頭はそんなにないのかなと、まあ、これは大月にも言えて、大月の頭なんかもう300倍とかですからね。2着となるとちょっときつい。まあ最も大月を2着も34が114倍の14が77倍で、ちょっと大月人気ないな全然。ちょっと大月人気なさすぎだよな、ダメだと思いますね。中本ももうちょっとまあ筋以外で人気ないのは、中本の魅力って筋違いですからね。なので筋違いの2着だと2、3に、でも9にはまあ筋だから、それ以外となると3にぐらいだろうから、3に1にぐらいだろうから、8にで160倍だし、まあもうちょっと中本2、3着っていうのもあっていいんじゃないかなと思いますね。また高評価一ついただきました、ありがとうございます。あと九州勢がまあ中川も1着取ってるのに人気ないですよね。古書を破って1着取ってんのに、はい、1着だったっけ2着だったっけ、まあ、やっぱり当てにされてないとは、決勝戦になるとなーっていうところの不安感はやっぱオッズに表れてるんじゃないかなと思います。坂本はまあ人気ないのはしゃあない、小倉もまあしゃあない、金子はどうかな、金子は小倉とで109倍とか、中川とで114倍か、うん、まあなんとなくわかる気はしますがね。中本と大月に関しては思ったほど人気ないなぁとは思います。金子から大月とか中本あたりも美味しいんじゃないかな。金子とか吉田とかも、吉田とかでも 85.7 倍ですからね、全然あると思いますよ。まあ、もっともまだ3000票余りなんで、この辺は流動的ではありますがね。ということで、レースなんですが、まあ、500バンク長丁場ってことで、
地下で決まるケースって結構あると思います。なじっくり構えて直線で伸びるっていうのが一番いい流れかな。大宮とともにここってやっぱり逃げ粘りって厳しいですからね。ただしマスギはやっぱり地元なんで、その辺の粘り方っていうのはよく分かってると思うんですよね。なので案外マスギ粘れるんじゃないかなと思ってますね。まあ事実上先行一社って言ってもいいぐらいですから、逆にマスギが金子の二段掛けで引っ張ろうとすると、吉田にかわされるどころか松浦中川あたりが届いちゃうケースもあるかもしれない。大月だって怖い。大月だって逃げのマークの決まり手は差しの決まり手圧倒的多いですからね。大月が吉田をかわす4-1とかも全然あるかもしれないですよね。4-1っていくらだったっけ。400倍なんだよな、まあ、そこまで突き抜けちゃう。でもそれマスギにとってはもったいなさすぎますね。それに最悪地元栃木どころか北日本の優勝もなくなっちゃう可能危険性がある。それするんだったらもう自分が残る先行した方が逆に、金子や吉田にとってはチャンスなんじゃないかな。なぜなら松浦が地元で競るかなっていう疑問はありますからね。大月もまあ地元の後ろにいるでしょうし、地元に競るようなことは大月はしないんじゃないかなと思うんで、ね、中川はまあ競るっていうのはあんまりたまにやりますけどね。そのランダムさが怖いですけど、まあ、そうすると松浦を利しちゃう。まあ、松浦も同じですよね。競ったとこで一発でどかせそうな気はしますけど、金子も結構粘りタイプなんで、状況によっては隊列短くなるから中川とか吉田も利しちゃいますから、競りは俺ないんじゃないかなと思うんで、マスギがペース自分のペースでかけて、で、中川の巻き返しに合わせて、松浦が先まくりっていうところの展開。松浦はまあ大月は譲ってもいいから5番手からですね、まくり打つんじゃないか。ただし増木は結構まだまだ上位となるとこのように9着は脇本に完敗でしたからね。自分これ平原本命にしてたんですけど、増木が残るレースするんじゃないかなと思って平原軸にしてたんですが、ところがどっこいそうはいかずに、もう最終ホームでは結構バテ始めてたんですからね、まあ、この辺はやっぱりトップクラスのレース、脇本とか古性とか佐藤慎太郎とか森沢とか平原とかいると、まあ清水とかもかいると厳しいのかなと、今のところはまだ厳しいのかなという感じですね。ここに関しては、まあ、特に脇本が平をダービーでは怖かったけど、そんな選手はいないですからね。松浦が積極的に行くとしても、トップスピードに関してはやっぱ脇本には見劣っているから、まあ、中川トップスピードだけだったら中川はもういいんですけど、中川航続距離も短いしレースも下手ですからね。なので
マスギにとっては平ダービーの決勝よりは組みしやすい走りできると思うんで、結構4コーナー直線半ばまでは持ってくれる、結構入着掲示板に乗るまでは十分かあるんじゃないかなということで、ちゃんと先手取ればですけど、でも9割以上はちゃんと先手取れるんじゃないかな。で、金子が番手をキープして吉田が続くんじゃないかな。その後ろ大月ってことで、で松浦はまくるけど、マスギはやっぱり地元バンクを熟知してる先行するんで、案外車が伸びないんじゃないかなってことで、マスギは名古屋で記念取ってるんで、今回は金子なのかなと思って金子を本命にいたしました。一応マスギが残り気味の先行するんで、マスギの押し切り、吉田の突き抜けはまあ仕方ないとして、次が中本かな。中川がある程度押し上げた場合、直線長いですからコース、ついて突っ込める可能性はありますね。もちろん松浦もいる、小倉も怖い。小倉でも小倉2着でいいんじゃないかな。頭まではちょっと、もう小倉も年ですからね、厳しいと思うんで、こうしましょう。小倉よりは大月の方が面白いと思うんですよね。こうします。まあ、中本も頭はちょっと厳しいのかなとは思うんですけど、まあマスギがある程度残ること前提ですからね。一応頭で押さえておきます。2着でいいのかなと思いますね。でもしマスギがスーパー銭湯かもせんポカした場合は、先手取っては松浦じゃないかな。最終1コーナーぐらいまでダラダラ行って、そこでもう松浦がドーンってかましちゃうっていう流れですね。そうなったらまあ小倉が抜け出すと。松浦の残りはどうかな。まあないとは言えないですけどね。で大月上げてみました。大月その後ろを切り替えてる可能性もあるし、何らかの形で突っ込むかもしれないですからね。中本も同様ですね、この辺は。でやっぱり吉田ですよ。ちょっとマスギはいや金子はしんどくなって、吉田だけが切り替えてまくり追い込み気味に突っ込んでくるっていう流れなんじゃないかなと思います。まあ、吉田は裏もいるかな。でも松浦頭したら37って安いですからね、そんなにうまみがないんで、これはやめときます。逆に47はあるかもね。47、27、17あたりは全然あるかもしれません。大月や中本あたりも怖い選手だと言えるんじゃないでしょうか。ということで、宇都宮記念の予想、今回は結構自信あります。前回結構反省点多かったですよね。そうか、
やっぱ足使うからあの展開あの結果になっちゃうのは武雄でそういう結果になっちゃうよなっていう。とこはありますよね。まあその反省を生かしつつ、まあマスギも地元バンクということで、二段掛け体制とはならないんじゃないかなってことで、金子を本命にしました。皆様の予想はいかがでしょうか。ということで、あ、また高評価ありがとうございます。高評価いただくと非常に励みになります。ぜひまだの方チャンネル登録もしていただくと嬉しいです。また、概要欄にツイッターのアドレスも記載しています。ツイッターまだの方フォローしていただくとこちらも嬉しく思います。ということで、宇都宮記念ワンダーランドカップ500の直線の長いなレース、伸び合いは誰が制するんでしょうか。吉田松浦が SS の意地を見せつけるか、地元が増木金子が取ることができるのでしょうか。興味深いレースになりそうです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。